こんにちは。東京は明日雪が降るかもしれないので急遽来ました。パレットタウンに大きな変化はありませんでしたが、ここから駅まで歩く動画を見てください。それと日本のガストグループ、ファミリーレストランでの注文方法もお伝えします。チャプターあるのでよかったら見てね。ここからはスカイラークグループファミリーレストランでの注文方法をお伝えします。タブレット端末で注文します。日本語表記での説明になります。日本語になってるのでイングリッシュをタップすると英語表記になります。操作ガイドなど見るとわかりやすいので見てください。ランチタイムだと安く食事をすることができます。ドリンクバーも注文するといいと思います。
ランチメニューとドリンクバーで823円でした。そうするとロボットが持ってきてくれます。かわいいですね。商品と伝票を取ってください。ロボットのタッチパネルの青いところを押すと帰っていきます。今日のランチはサバと唐揚げです。酸っぱいのですが美味しいです。スカイラークグループはこういった感じです。だいぶ割愛した部分がありわからないと思いますので、スカイラークグループの YouTube チャンネルのリンク先を説明欄からクリックしてみてね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。